さて今回新潟県には津波警報が発表されましたここで津波に関する警報注意報について改めて整理します津波に関する警報注意報は3つあります発表の基準となるのは予想される津波の最大の高さです最大高さが0.2メートル以上1メートル以下で災害の恐れがあるときには津波注意報1メートルを超え3メートル以下の場合は 津波警報そして3メートルを超える場合は大津波警報とされています、はい、そしてこれらが発表された時私たちには取るべき行動がありますまず津波注意報の時は海の中にいる人は海から上がり海岸から離れることそして津波警報と大津波警報の場合は沿岸部や川沿いにいる人は高台や避難ビルに直ちに避難 一刻も早く沿岸や河口からは離れることですえではどこへどうやって逃げるのか逃げる先はより遠くではなくより高くですなるべく高いところへ逃げてくださいただいざという時にすぐに高台が見つかるとは限りませんそこで事前に確認いただきたいのがこちらの津波避難ビルです3階以上の高さがあり 多くの人が避難することができるスペースのあるマンションや学校、ビルなどが、この津波避難ビルに指定されています。はい、各市町村のホームページで確認できますので、どこに避難すればよいか確認するようにしてください。そして、いざ避難しなければならなくなったときにどうやって逃げるか、ポイントとなるのは、車は使わないということです。うん 多くの人が車を使ってしまうと渋滞が発生し、避難が遅れる可能性があります。徒歩での避難が原則と思ってください。そして、今回の地震発生は日没前で雪もなく比較的天候がいい日でした。ですが、地震や津波はいつ起こるか分かりません。夜中だったり吹雪だったりした場合は、より避難が困難になる場合もあります。 日頃から災害への備えが重要です。ここまで、津波警報・注意報が出た際の取るべき行動を確認しました。